前半戦では最後逆転しての3着でした。1番の大山千尋1コースへと向かいます。2コース2番の山本孝幸は前半戦途中6番手の展開から最後追い上げましたが4着までというレースでした。2番の山本、センター2人は徳山前回ユースです。3番の市橋隆が3コース4コースから4番の赤坂俊介、5コース5番の郷原翔平は徳山前回優勝、そしてドリーム抜擢は6コースに6番の清水亜美、3対3の枠なりで決まります。12レースドリーム戦ファーストスタートまでは10秒を切りました。進入体系はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。わずかに4コース4番の赤坂、そして1コース1番の大山と2人が目立ったスタート。さあ3コースからは3番市橋のまくり、これを完全に封じて1番の大山が逃げます。逃げて1番の大山1人抜け出して先頭、2番手は外3番の市橋に内から2番の山本へさきがかかるかというところ、その後ろは内から6番の清水上がってきました。スタートは前提正常、2マークの旋回2番手2番の山本先に回った、差し返してきたのが3番の市橋、ここは差しが決まります。さあそしてその後ろから一気に6番の清水、さあこの辺り今2、3番手争い追いつく勢いで上がってきています。2番手3番の市橋追って2手審査、内から2番の山本、外から6番の清水、2周1マークまた先に待った2番山本ですが差し返してきた3番の市橋、ここは差しが届いて再び2番手です。バックテレッチでは2手審リード、依然3番手2番の山本、その後ろは外から追います6番の清水が2手審判の差で続いています。上位3艇は1番3番2番、さあ全速ターンで6番の清水、この2マークではちょっとターンは流れていきました、届きませんでした。6番の清水と4番赤坂、ここは4番手争いになりまして5番の郷原が最後方です。ここで3番手4番手差は3艇審と開いて最終周回です。4番手2人が競り合って前を追う展開、3番手2番の山本がここも守ります。最後のバックテレッチへと移ります。逃げて1番の大山先頭、2番手が3番の市橋、そして2番の山本、現在のところはリードは3手審ほど、2連単の1番3番 3.2倍、3連単1番3番2番 9.1 倍です。最後外から6番の清水、さあ差を詰めてきた、さあ3番手届くかというところ、まもなくゴール、先頭は1番大山合輪、3番市橋合輪、6番2番2番6番接戦で合輪、4番赤坂合輪、5番郷原合輪、